再開いたします。次に丸山佐代子議員に質問を許します。丸山佐代子議員。社会民主党市民連合の一員として先に通告しました2つのテーマについて質問いたします。はじめに平成31年以降の港地区給水施設等整備計画について質問いたします。平成26年度から始まった給水不安地区の解消を目指す会津若松市港地区給水施設計画が今年度で終了となります。この間給水施設が整備され、多くの家庭で安心・安定的な飲料水が供給されるようになりました。整備前と整備後について何人かにお話を伺いました。夏になると毎年のように水不足になっていたが、今年は大丈夫だった。今まで水の出が細く、大量に水を使うと井戸に水がたまるまで時間がかかっていたが、水量が増え、水圧も強くなってよかった。昔から水のことはそれぞれのうちで対策しなければならず、台風や大雨の時は心配が絶えなかったが、施設が整備され水道組合で維持管理するようになって安心したといった話がありました。自分で水源を整備し配管を敷設し生活水を維持してきたご苦労を伺っていましたので、今は肩の荷が下りたことと思います。この事業は多くの方の暮らしに安心をもたらしました。そこで質問いたします。1、港地区給水施設等整備計画の現状と課題について、1、港地区給水施設等整備計画は、平成25年6月定例会において、議会からの港地区における給水施設未整備地区の早期解消に関する決議や、同年7月の港地区区長会からの要望に市がしっかりと答え具体化されました。平成26年5月から現在まで地域も市の担当者も事業者も協力し苦労しながら16カ所の給水施設を整備されました。港地区給水施設等整備計画は平成30年度が最終年度となります。残すところ数ヶ月となりますが、進捗状況についてお答えください。2、地区の意向や個人の事情、または望ましい水源が得られなかったことなどにより、港地区給水施設等整備計画が終了する平成30年度以降も、給水不安定状態の地区があり、引き続き支援が必要だと認識しています。計画終了後の給水不安定地区の実態と課題解決のための対策についてお答えください。3、異常な暑さとなった今年の夏は雨が少なく、渇水した地区もあり、市は給水車で対応しました。しかし、節水をした方、他所に水を汲みに行った方、1ヶ月以上渇水状態のまま飲料水を購入し、なんとかしのいだ方もいました。このような状況は、整備していない地区だけではなく、整備が終わった地区も含まれています。その地区では、水源調査を実施しても良質な水源が得られず、既存の水源を利用し、新たに貯水タンクを設置する整備にとどまり、不安定な水量の課題は改善できませんでした。渇水の際は、市が給水車を出し、対応することになっていますが、当事者から市に給水を要請する連絡はありませんでした。我慢をすれば間に合うと考えた。どの程度で給水を要請するのか判断しかねた。市が給水してくれることを知らなかったなどの理由がありました。給水不安定地区には高齢者の一人暮らし世帯もあります。誰もが渇水時の応急給水を要請しやすい環境を整えていくことが必要です。緊急時の対策について改善が必要と考えますが、認識をお答えください。さらに具体的改善策について検討されていることがありましたらお答えください。2、
港地区給水施設等整備計画の今後の方向性について、1、給水施設が整備され、実現した安全安心な水の供給を持続可能なものとするためには、定期検査と管理が確実に行われること、災害時や緊急時に飲料水や生活用水が供給できること、そして将来、高齢化や世帯減少により、管理体制や運営について難しくなることが想定されるため、改善策を検討していくことが必要だと考えます。市は地域の実情に応じた適切な助言や支援をしていくことが必要であり、そのための体制を構築すべきと考えますが、見解を伺います。さらに、市が管理している簡易水道地区を除いたすべての上水道未整備地区について、今後も定期的に話し合いを持ち、安全安心な水が供給されるよう支援していくべきと考えますが、見解を伺います。次に、児童・生徒が望む教育環境の整備をテーマに質問いたします。この質問は、学校のプール付属施設の汲み取り式トイレを水洗化すべきではないかという市民からの意見が始まりでした。学校校舎に設置されているトイレは、教育総務課が管理し、プール付属施設のトイレは、学校教育課が管理しています。学校教育課に話を伺うと、トイレの水洗化だけではなく、プールの改善も求められており、子どもたちの怪我が危惧されるプールの改善を急いでいるようでした。しかし、財源は限られ、多額の費用を要することから、改善が必要な複数の学校から毎年1校程度を対象に、プールの改善を行っているとのことでした。私は緊急性が高いプールの改善が1校ずつしか進まない現状に、トイレの改善を早急に進めるべきだとは言いにくくなりました。他の教育委員会の方と話をしたときも、トイレの話からエアコン設置の話になり、トイレの話は言いにくくなりました。市全体から見れば、汲み取り式トイレを推薦化することは当然だと思っても、教育委員会の予算の中で改善を考えると、優先するものが多すぎて見送られてきたのではないでしょうか。学校施設に対する改善要望は、当然ながらプールやトイレだけではありません。各学校からも、教育予算確保協議会からも、多くの営善申請や要望が毎年出されています。何を優先し、どう改善していくべきか決定していくのは大変です。この難しい課題は、学校教育課や教育総務課がそれぞれ検討するだけではなく、教育委員会全体として検討することや、全庁的に考えることで、子どもたちにとってより良い教育環境を整備できるのではないでしょうか。そのためには、本市が作った公共施設等総合管理計画の考え方に沿った施設の維持管理が重要になると考えます。そこで質問いたします。公共施設等総合管理計画による管理改修について、学校施設の改善要望について、緊急を要するものが優先されるため、改善が先送りとなっているものがあります。教育委員会の予算の枠の中で優先順位が決められていますが、多くの老朽化した施設を抱え、限られた予算の中で対応することには限界があり、子どもたちが望む教育環境に近づけることは大変です。それは学校の中でも同様で、優先順位の高いものが要望として挙げられ、使用頻度の低い箇所は要望が上がりにくいようです。また見えにくいところの破損は発見が遅れやすいなどの懸念があります。改修を検討する際に、対象となる学校で他にどんな要望があり、他に改修が必要な箇所はないか、専門的な視点で調査し、施設全体を一体的に見ながら、最も効果的な改修となるよう検討していくことは、経費の節減にもつながります。現在進められている公共施設等総合管理計画によって、施設の管理・改修の考え方や手法が変わってくるものと理解していますが、市はこれまでの学校施設の維持管理について、どのような課題を持ち、現在進めている公共施設等総合管理計画によって、学校施設の管理・改修はどう変わるのか、お答えください。丸二、
学校施設の管理改修について、1、平成30年度のプールに関する営善申請は、小学校4校、中学校1校から出されており、うち3校はここ3年間連続で出されています。また、会津若松市教育予算確保協議会からも、プールに関する要望が出されています。中には、プールサイドの劣化が激しく、表面が突起のように飛び出しているため、怪我をする可能性がある状況です。他の学校でもプール本体のコーティング剥離が進んでおり、児童が足をすりむくなどの怪我も出ています。早期に改善されることを望みますが、市は学校のプールの現状についてどう捉え、今後どのように改善しようと考えているのかお答えください。2、日進小学校、英和小学校、一期小学校のプール付属施設に設置されているトイレが、汲み取り式となっています。学校や保護者から推薦課の要望が出され、子どもたちや地域の方からは、子どもが利用できない夏場のトイレは臭いがひどいといった話もあります。日進小学校のプール付属施設は、1980年に建てられ、築38年、推薦課の要望はここ3年間連続で出されています。英和小学校のプール付属施設も、日進小学校と同じ年に建てられ、トイレの推薦課の要望があります。また、英和小学校では、学校体育施設関係、学校体育施設開放事業で、夜間や休日に体育館を利用する団体があり、体育館にトイレがないため、プールのトイレを年間通して利用しています。体育館の近くにトイレを設置するか、プールのトイレを推薦にするか改善してほしいという要望となっています。また、一期小学校のプール付属施設は、1981年に建てられ、築37年、衛生面の改善と汲み取り式トイレが使えない児童がいることから、推薦課の要望をここ3年連続で挙げています。それぞれの学校の要望をどう受け止め、改善に向けてどのような検討がされているのかお答えください。以上で壇上からの質問を終わります。市長、丸山佐代子議員のご質問にお答えをいたします。はじめに港地区給水施設等整備計画の進捗状況についてであります。整備を計画した22地区のうち、整備を完了した地区は16地区であり、現在取り組んでいる地区は2地区となっております。また整備希望のなかった地区は4地区であり、おおむね計画通りの進捗状況となっております。なお、計画期間中に整備希望のなかった地区につきましても、必要に応じて地区との協議を行うなど、引き続き支援を行ってまいります。次に、計画終了後の給水不安定地区の実態と課題解決のための対策についてであります。整備希望のなかった地区のみならず、整備が完了した地区におきましても、今後、天候や季節などによる水量、水質の変化等が十分考えられ、安定的な飲料水の確保のためには、継続した市の支援が不可欠と考えております。これまで、それらの変化に応じた給水設備の見直しや、市における給水作業等の対策を、個別の状況に応じて講じてきたところであり、今後も本計画における整備実施の有無にかかわらず、安定的な飲料水の確保を目指して、地区との協議、連携を継続してまいります。次に、緊急時の対策と具体策についてであります。飲料水の水量、水質等の急な変化は、住民の皆様の健康に多大な影響を及ぼすものであり、速やかな対策の実行に向け、休日等を含めた緊急対応体制を整備してきたところであります。地区の皆様には、これまで給水施設等整備にかかる地区説明会等において、緊急時の速やかな市への連絡等について周知を図ってきたところでありますが、伝達、周知が不十分との状況もお聞きしたところであり、改善が必要であると認識しております。
具体的には緊急時の連絡体制について定期的に区長または水道組合長へ地区回覧を依頼し周知を徹底する などにより緊急時における地区との連携を強化してまいります。次に今後の給水施設管理における支援体制構築と継続的な支援についてであります。上水道未整備地区への支援におきましては専門的な知識を有する職員の配置や水道部との連携により施設の整備及び管理等に関する支援体制の構築に努めてきたところであります。計画終了後におきましても安全で安心な飲料水の確保は市の責務であるとの認識のもと支援体制の確保や給水施設等整備費補助金を活用した支援を継続していくとともに地区の現状の把握と実情に応じた適切な支援に努めてまいります。なおその他のご質問については主幹者よりお答えを申し上げます。教育部長。お答えいたします。公共施設等総合管理計画による学校施設の管理改修の考えについてであります。学校施設の改修等につきましては施設の老朽化が年々進行している中で児童生徒等の安全対策を第一に考えまた法令等の指摘改善を優先して実施しているところであり学校からの環境改善につながる営善要望や設備等の定期的な更新にも適切に対応していく必要があると認識しております。公共施設等総合管理計画は良好な公共施設等を引き継ぎ最適な公共サービスの提供を目的に施設を適正に管理し的確な設備投資や効率的な管理運営を行うために予防保全型の計画的な維持管理を進め長寿命化を図るものであります。学校施設においても老朽化等への対応を継続しながらも当計画の趣旨を踏まえ予防保全型の計画的な維持管理いわゆる計画保全へ段階的に進め施設の長寿命化を目指してまいりたいと考えております。次に小中学校の屋外プールの改修についてであります。屋外プールにつきましては全30校のうち川東学園小学校及び川東学園中学校を除く28校に設置しているところであります。一部のプールにおいては老朽化による塗装の剥離や破損なども見られることから危険箇所等については随時必要な修繕を実施しているところであります。今後ともこうした修繕とともに施設の状況等に応じて計画的な改修に努めてまいります。次にプールに隣接するトイレの水洗化についてであります。汲み取り式トイレにつきましてはこれまで公共下水道施設等の整備に合わせ順次解消を図ってきたところでありますが日新英和小学校につきましては公共下水道施設等までの距離などの理由により水洗化ができていない状況にあります。これらにつきましては今後プール本体等の改修等に合わせて条件の整った学校から汲み取り式トイレの解消に努めてまいります。以上でございます。丸山紗友子議員。はい、再質問させていただきます。はじめに港地区給水施設等整備計画の現状と課題についてそして計画の進捗状況について22地区中16地区で今途中のところがあるというお話でした。今の現在進めているところというのは年度内、計画期間中に、まあ、終了するんでしょうか。もしも終了しない場合は、計画が、延長となるのかそこをお尋ねいたします。そしてですね、あと緊急時の対策のところで、まあ、具体的改善策を、区長さんや水道組合長さんの方に周知していくというお話でしたが私この問題は以前にも質問しておりましてその緊急体制整備このちゃんとやってほしいということだったんですけれどもそれでもやはり今回のように過失のまま改善ができなかった給水されなかった地区がお宅があったということなのでここは
高齢者の一人暮らしの場合ですね、特にちょっと手厚くしていただきたいのは、例えば高齢者宅に向けた給水要請のマニュアル的なものを作って配布する、そういったものも有効になるかと思うので、検討いただきたいと思うので、そこの見解をお伺いします。そして、港地区給水施設等整備計画の今後の方向性について、今後地区の現状の把握をしていくというお話でしたけれども、例えば具体的にですね、どのようにこの現状把握を行っていくのか、個別の水道組合はまだそれぞれ課題もあると思いますので、個別の水道組合の支援、そして水道組合全体で課題を共有しながら検討していく場っていうものも作る必要があるんではないかと思うんです。そちらの方を具体的にどんな支援を行っていこうと考えていらっしゃるのかお伺いします。健康福祉部長。はい、3点を再度のお尋ねをいただきました。まず2地区は年度内に終了するのかということでございますが、今のところ年度内に終了する予定で工事を進めてございますので、年度内に終了するということでございます。緊急時において2つ目の緊急時において高齢者へのマニュアルの配布等を検討できないのかということでございますが、これにつきましてもその回覧の内容と十分検討して、どのような回覧が一番効果的なのかという部分についても検討させていただきたいと思います。3つ目の今後の対応策現状を踏まえてということでございますが、まずは次年度以降についてはですね、港地区におけるいわゆる市で管理している冠水以外の冠水のところの現状の把握をまずしていきたいというふうに考えてございます。それに合わせてですね、地区内でも整備したところあるいは整備してないところも含めて、もし不具合あるいは状況が変わったという状況があれば、寄り添った形で相談に応じて対応していきたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。丸山紗友子議員。はい、高齢者向けた給水要請のマニュアル、十分の検討していただきたいと思います。そして、計画後の整備したところの、支援のあり方なんですけれども、整備して終わりということではなくて、将来的にどう持続させるかということが重要になってきますので、何かあったときということではなくて、例えば定期的にその地区の話を聞くような、そういった形というか、そういうシステム的なものを作って、システムというのかな、そういうものを作っていただきたいと思いますので、再度そこはお伺いいたします。次に児童生徒が望む教育整備の教育環境の整備の学校のプールのことなんですけれども、計画的改修に努めるというお話でしたけれども、この計画的改修っていうのは、そうですね、このプール本体の、老朽化しているプールが大変多くなっていて、これは順次改修していく必要があると思うんですけれども、その計画的改修というのは、例えば毎年1校ずつやるとか、そういう期間的なものなのか、それともそのプールの今の状態を全部把握して、どういった改修が必要かっていうものも、改修の内容も整理して、フェンスの要望とかプールの付属施設の要望があるので、そういったものも全部一体的に考えたその計画を作られるのか、その長期的な計画なのかというのをお伺いします。そしてトイレの水洗化について、先ほど日清小学校と英和小学校はプール本体と、一緒に考えて解消するということでしたので、そういうことでそのプールの、改修計画一体的に行うのであれば、すみません、そういう付属施設についても考えていくということだと理解しますので、その計画の方法と、あと一期小学校なんですが、一期小学校の課題については特にお答えなかったので、
一期小学校、どんな課題があって、どんなタイミングで改善しようとしているのかということをお答えください。ちょっといいかな。建国支部長。定期的な状況の把握できないかということでございます。答弁においては必要に応じてというふうに答弁を申し上げましたが、その定期的な状況の把握については、地元の方々とも協議をしながらですね、どんな形がいいのかという部分については、今後検討させていただきたいというふうに考えているところでございます。以上です。教育部長。再度の質問3点いただいたところでございまして、順に答えてまいりたいと思いますが、まずプールの、一体的な付属施設と合わせた一体的な計画はあるのかと、それはどんな計画かというところだと思うんですけれども、プールにつきましては、予算確保協議会を通して各学校からも改修の要望を複数校いただいているところでございまして、順次毎年1校ずつの形で、昨年度も今年度も1校ずつ改修に努めてきたところでございます。で、今後も一期小学校をはじめ、計画しているところでございますけれども、今年度のこのあと提案を予定しております各全小中学校へのエアコン設置にを検討していきたいという教育委員会、全庁的な判断の下で、プールの改修については31年度は見送りさせていただきまして、32年度以降で一期小学校から改めて計画をしていきたいと思っているところでございます。それから2点目のその計画の方法でございますけれども、日清英和につきましては、下水道の収集マスからの距離が遠いというようなところで、やはり多額の改修費用がかかるということでございますので、プールの改修と同時に施工していくということで考えているところでございまして、これはまさに一体的にやっていきたいというところでございます。それから3点目、一期小学校の答弁がなかったというところでございますが、一期小学校につきましては、先ほど申し上げたとおりでございまして、優先順位といたしましては、計画していきたいというプールでございまして、これにつきましては、公共マスの設置が近年行われたところでございまして、当初管路が長いという想定でございましたが、これが短くなったということで、一体的な改修が条件が整ったということで理解しておるところでございますが、先ほど言いましたように、31年度につきましてはエアコンの設置を優先してまいりたいというところでございまして、その後年度のところで一期小学校については実施してまいりたい、そのように考えておるところでございます。丸山紗友子議員。はい、とですね、一期小学校、32年度を考えていくということで、ぜひ進めていただきたいと思います。で、学校の付属施設のトイレの話を担当課の方や、地域の、学校の方と話をしたときに、利用頻度がすごく低いといったお話も非常に聞かれました。それで、プールの本体がこう毎年1校ずつだと、30年過ぎてるプールって10箇所ぐらいあると思うんですけども、日清小学校、英和小学校、8年後になるか9年後になるかちょっとわからないんですが、そういう意味では、1回改修すればこう何十年もそのまま存在するということになりますので、本当に全く利用しないトイレであればそのままや廃止という考え方もあると思います。そして英和小学校であれば、ここは地区の団体や子どもたちがこれはプールのトイレだけじゃなくて外トイレとして使っていますので、年間通して使うトイレということで考えれば、今あるトイレの形ではなくて多目的トイレを一つ作るって、そういう考えもあると思うんです。
そして、まあ、災害時の利用も考えられると思います。まあ、それぞれの学校で利用者である子どもたちと、まあ、地域の声、そして、まあ、学校の声なども聞いて、そして皆さんで考えて方向性を検討していくということも、まあ、必要なのではないかなと思いますので、そこを再度お伺いします。そして、公共施設等総合管理計画による管理改修についてなんですが、段階的にその公共施設等総合管理計画の形にこう変えていくというかな、段階的にやっていきますというお話だったんですけれども、この質問するにあたり、すごく不思議というか、思ったのが、そのトイレの管理が、課によって違う、プールのトイレは、学校教育課ですか、そしてトイレの洋式課や他の校舎の方は違う課ということで、本来であれば一体的に考えて、その時に検討するべきではなかったのかなと思いました。それで市の公共施設等管理計画っていうのは、施設カルテをもとに、その市の施設情報を一元化して、見える化して、そして総合的な管理を効果的に行うっていう、こうシステムだと思うんですけれども、それは、ね、学校においても同様に行えるんではないかと思うところです。学校施設の管理改修に関する情報や、そして毎年出されているこの営善申請やの改善要望、そういったものを学校ごとにカルテ化して、そして情報の一元化と見える化をして、で大規模改修があったときに、小さいところも一緒に直すような、そういったこうを計画を立てていくということが必要なのかなと考えたところなので、ぜひ見解をお伺いします。教育部長。学校施設の営善の考え方ということで2点いただきました。1点目でございますが、利用状況を踏まえて、地域の方、学校、その他方向性を見ていくべきだろうというお正しだと思いますけれども、これにつきましては、日頃より学校からの営善要望に関しまして、大体毎年、教育委員会の技術職員がこまめに点検をしましてですね、要望の大体 85% 以上は改善を、営善の改善はしているところです。その残ったところっていうのが、いわゆる大規模改修を必要とするところでございまして、この辺につきましては、やはり先ほど答弁しましたように、段階的に予防保全、計画的な改修に努めていく必要があるのだろうなと思っておりますけれども、緊急的な部分についてはこまめに点検をしながら営善に努めているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。それから2点目の、プール、トイレ、それぞれ、学校教育課と、学校については教育総務課ということで所管しているところでありまして、それらは一体的に考えていくべきだろうというご質問だったと思いますけれども、これにつきましても、課は違いましても、教育委員会といたしまして、一元的に、一体的に考えてございまして、優先順位を持って、計画的に改修、営善しているところでございまして、この辺につきましては、学校側からもですね、緊急的な要望については、即時対応する体制を取ってますし、情報的にはですね、その以外の部分、一箇所営善の調査をしたときには、その他の部分、さらには他の学校の同じような部分を調査しているところでございまして、そういった丁寧な対応をしているところでございますので、教育委員会として、課は違っていても、一元的に対応しているというところで、ご理解いただきたいと思います。